はい、どうもっさんです。新年明けましておめでとうございます。2023年もおっさんのゲーム実況、フェイトグランドオーダーが中心にはなると思いますが、配信していきますのでよろしくお願いいたします。福袋召喚ということで、まあ僕だけじゃなくってですね、メンバーのつくもさんやみーつさんもガチャ引いていただけるっていうことなんですけども、まず一番最初につくもさんからガチャ引いていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、どうもつくもです。皆さん新年明けましておめでとうございます。僕が引くのはこちらですね、エクストラクイック全体攻撃宝具です。狙いはどのサーバントなんでしょうか。はい、なんとなく皆さんお察しの通り、はい、左のね、水着スカディが一番の引きたいサーバントで、二人目はまあカレンですね。はいはい、まあここにいるサーバント誰も持ってないんで。あ、そうなんですね。はい、誰が引けても嬉しいところではあるんですけど。なるほど、まあ、例によって例のごとくまたスカディをね引きたいということで、あの福袋関係が来た時に、はい、毎回スカディを狙いに行かれてますよね。そうだねやっとの思いで術のスカディの方が引けて、はい、一段落ついたかなと思ったら、はい、うん、水着のスカディを狙いに行く。なんとねなんで引いてないんだと言われたら、まあそうなんですけどまあね、福袋で回すならスカディでしょうなるほど。まあだいぶね、術のスカディ手こずりましたけど、はい、水着のスカディは一発で引いていきましょうよ。まあ手こずりますでしょうねいやいやいや大丈夫ですよ、これで引けますって。引けますかね。はいはい、じゃあ回していきます。わかりました。はい、決定を押すと、はい、はい、いつものことですね。本当にこれでよろしいですかと。はい、よろしいです。いきます。はい、引いた。はい、引いた。いや、何回も虹で止まっていいんですけどねまあね、はい、何枚抜きしていただいても嬉しいですからね。嬉しいですよね。もう6枚抜きして、おおこうなるんだね。ジョフク来ましたね。はい、嬉しいです。コインがね、まあ、今回ね、まあ6期サーバントが今いたんで、はい、まあ、単純に本当6分の1の確率なんですよ、ね、そう、結構低い確率ではあるよね。ちょっとね、他の福袋だと3期のところもあったりとかする中、はい、6期は多分今回一番多いんじゃないかなという。ああ、そのぐらいなるか。はい、サーバントちょっと固まったような気がしたよ。そうだね。あ、金カード、ボーリナ、ボーリナ、おー、ボイジャーボイジャー、ボーリナボイジャー来た。ボイジャーも嬉しいですね。いいですよ、ボイジャー、はい、まだ3枚目、これで4枚目ですから。そうですね、まだまだ、もうちょっと待ってほしいなさっきまで、ね、生放送ちょっと僕らしてたんですけど、はい、もうなんかコメント欄で2枚抜きした、3枚抜きしたみたいなコメント欄結構いただいてましたんで。流れてました。はい、僕も結構固まったぞ今の。え、冷蔵か、冷蔵か。最近ちょっとわからないですよね、 FGO が。わかんないね。固まっても全然冷蔵の時もあるし。そうだね。お、でもこれはサーバント、サーバント、黄色じゃないか。あ、昇格戦か。昇格しないか。今回は昇格する可能性ありますからね。そうだね、アルタイ語で。冷蔵か、冷蔵か。2枚抜きしてほしいんだけどな。欲しいね。もう今8枚目か9枚目ぐらい、はい、もう来てますね。サーバント、サーバント、アベンジ、サギエリか。欲しいのはルーラーだもんな。そうだね、ルーラー遠いな。うわールーラーのカードが来たらもう当たりだもんだって。そうだね、うん、どっちが来ても嬉しいもんね。うん、ラスバン、ラスバン、サーバント、サーバント、ルーラールーラールーラー、アベンジャーか。サリエリ祭りでもあるね。そうだね、はい。 I ask you, are you worthy of being my master? はい、ボイジャー、かわいいですね。かわいいね。いや、ボイジャーもね、結構好きなサーバントだったんでね、はい、うん、嬉しいですね。おめでとうございます。はい、
入手した聖杯はプレゼントボックスに送られますって書いてあります。聖杯プレボに行きましたね。そうですね、はい、じゃあ次はおっさんさんの番ですね。引いていきます。はい、はい、ということでおっさんの番に変わりました。私目はですね、福袋エクストラ B 全体攻撃宝具1を引こうと思います。はい、狙いは、狙いはですね、うん、水着 BB を持ってないんですよ。はい、でやっぱ昨今の環境を踏まえるとですね、うん、ま、いるに越したことがないかなと。そうだね、はい、カード固定強いからね。そうなんです。まあ、僕がね他のまあ主要なキャラクターは引けてるんで、はい、まあ、あとは水着 BB がいたら嬉しいかなっていうことで、はいはいはい、ここですね、選ばせていただきました。まあ、あとはまあ手前のね2キャラ、うん、オベロンと闇の小屋いるんですけど、はい、まあ、この2人がまあ宝具レベル上がっても嬉しいですし、そうだね、はい、うん、っていうこともあってですね、まあ、これに選ばせていただきました。はい、まあ、もちろん、所持してるね後ろにいる、沖田さんだったりとか、沖田オルタさんだったりとか、うん、まあ、水着アビゲイルとか、うん、まあ、嬉しいんですけど、うん、まあ水着 BB です。はい、結構長いことね水着 BB 欲しいっておさんさんもね言ってますからね。はい、そうなんですよ。ここで引きたいね。引かせてくれ。5分の1だから引けるでしょうよ。引けるでしょう。はい、ということで本当によろしいですかと。はいはい、引かせていただきます。はいはい、来い。さあどうなる。俺も2枚抜きとか3枚抜きとかしたい。したいよね。その光景が見たいな。二次回転とかも見たいじゃん。そうだね、やっぱこうと見てないよ。1月1日に二次回転見れたら、はい、テンション爆上がりすると思うんですよ。上がるね。ね、あ、金カード。お、金カード。お、これはストゲンですけどね。出ましたね、星4サーバントが。おお、なんか今びっくりしたね。びっくりしましたね。アベンジャー、 あれちょっとドキドキするわ。ドキドキするね、アベンジャー。ま、サリエリストゲンのキャラクターですから、はい、コインもらえるという意味ではそうだね、すごい嬉しいです、本当に。あんまり機会がないからね。そう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 、ドキちゃんもねもらいやすいですし、ありがたいですね。さあ、まだここまで星5は来てないです。ですね、ちょっとおー、二次回転！来た！来た！来た！新年二次回転。お、ってことはよ。おー、オベロン。もうね、相当沼ったキャラクターの一人なんだ、オベロン。いやー、来ましたね。正直嬉しいっす。うん。わかったね。はい。もう残すは数少ないが、いや、まだ金回転とかさらに二次回転来てくれてもいいんですけどね。本当にいい、まだ可能性はある。この星4の金カード来たのちょっとびっくりしたわ。びっくりしたね。はい、そう。わあ、はい、っていうことで、はい、このような結果になりました。はい、まあ、でも星4引けて星5も引けて、そうなんですよ、うん、ゴルゴンがね僕まだ宝具1なんで、おこれ重ねられたのも結構個人的に嬉しいんですよ。そうだね、大きいね、はい、まあオベロン宝具これで2になったんですけど、はい、ちょっとこう宝具疎っかなっていうことを検討に若干入れるように。そうだね、うんうん、しようと思います。はい、で次ミートさんに移らせていただきます。はい、はい、ということでミートさんなんですけども、うん、ミートさんちょっと諸事情でですね、音声がちょっと取れないような状況だったんで、はい、動画自体は取れたんですけど、まあ、僕らの方でねちょっとこの
ミーツさんの結果を、はい、まあ、あのいろいろと言っていこうかなと、そうですね、いうふうに思います。はい、じゃあちょっとスタート。はい、はい、バーサーカー単体攻撃フォーグですね、選ばれてますね。多分土方、まあ、はい、完全に土方さん狙いですですね。はい、さあミーツさんの結果がどうなったかっていうところなんですけど、はい、まあ3分の1ですからね。はい、結構当たりやすい確率ではありますよね。そう、まあ昨今ね、まあ金時しかり、えっちゃんしかり、まあどのキャラクターもですね、うん、90プラスプラスのフリクエなんかでも活躍だいぶしてますんで、はいはい、まあ、正直あのどのキャラクターがで、お早い、まだ2サバ目ですけど、おい、えっちゃんなるほどなるほどなるほど、もうあの、ね、ミートさんが星5サーバントのバーサーカーで、はい、一番最初に引いたのがこのキャラクターなんですよ。おー、えっちゃんなんだ。はい、原点回帰しましたね。原点回帰、はい、えっちゃんに好かれてるということですね。めちゃくちゃ好かれてますね彼はさあまだねだいぶ早い段階で出てきたんで、はい、こっからまた、まあ、2枚ないし3枚狙う可能性も、はい、狙えれる可能性もありますねこれね。そうだね、はい、ミーツさん的にはバーサーカーばっかりなんでね、嬉しいガチャだとは思うんですけどそうなんですよ、もうサーバントが出るだけでね、うん、当たりなはずなんですよね。はい、そうで、しかも今あの呂布のカードが出てきてたんですけど、はい、あの、まあ、また呂布出てきてますけど、はい、あの聖杯上げてる最中で、はいはい、今現時点でも110レベルを確か超えてるはずなんですよ。おお、あとはコインか。そういうことです。だから今呂布2枚当たったのめっちゃ喜んでると思いますそっちでも当たりがあるんですね。はい、さあ結構もう回ってますけどどうかな。ちょいちょい固まっとるように見えるけど冷蔵だしね。そうだね、うん、まあとにかく3本線が出さえすれば、まあ、ミートさんの場合はねよかったねってなるんですけど、はい、まあ、言うて冷蔵ですね。冷蔵がちょっと多いか。新年のピックアップの冷蔵も出てない気がしますよ。そうだね、はい、何やった、お、あ、はい、ということでこれがミートさんの最終的な結果になりました。はい、えっちゃん、はい、まあ一番の狙いの土方さんは引けなかったですけど、そうですね、まあ長くね使ってるえっちゃんの防具レベルが上がったことで、はい、ミートさんがまたさらにね、うん、えっちゃんを使う機会が増えるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、あとは呂布が3枚来てるんですよ。そう、45枚結構大きいよね。でかいですよね。星さんサーバントもねやっぱ1点狙い集中して手に入れようと思ったら大変じゃないですか。うん、ならこれはねでかいなと思います。そうだね、うん、さあ僕らの福袋の結果はこんな感じでしたね。そうですね、はい、まあ、また8周年になると思うんですけども、うん、まあ、FGO の時にも福袋来ると思いますんで、うん、その時の結果もお楽しみということでございます、はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの福袋の結果ももしよかったらコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。